豊平川マラソンのハーフに出場し、1時間6分39秒のタイムでゴールした特別ゲストランナーの川内、右、撮影、奥村明治、写真を拡大日本。勢いで31年ぶりにボストンマラソンを制した公務員ランナーの川内優輝、31イコール埼玉県庁、が5日、札幌市内で行われた豊平川マラソンに出場した。ゲストランナーとしてハーフ男子に出場し、全体トップの1時間6分39秒でゴールした。4日に地元埼玉の春日部大凧マラソンに出場しており、2日連続でのレース。春日部では25度近くまで気温が上がり、暑さに苦しみ練習相手に敗れたが、この日はしっかりトップでゴールした。タイム的には最高気温12度と冷涼な札幌で、春日部の記録を下回った。前日のダメージが大きすぎた。僕は3日連続で走ることもあったし、2日連続というのは言い訳にならない。スポンサー探しで練習がおろそかになっていた。もっと練習を大切にしないといけないと、改めて気づいた、と自らを戒めていた。レース後は、1時間以上かけ、熱心にファンサービスに応じていた。